私は由井小説烈士たらんと志すものである。キャスターと今は言うべきかな。お見知りおきを。そうとも私だ、由井小説だ。せめてもの罪滅ぼしとして貴殿の力となるため馳せ参じた次第。クラスはキャスター、以後お見知りおきを。ああ落ち着くな。いや、生前はよくこの格好をしていたものだから。私などにこうも魔力と資源を傾けてしまって後悔はしないか。そうか、それなら良いのだが。霊気が五体に力がみなぎっている。ありがとう。生前以上に戦えそうだ。本当に貴殿の辛抱強さには呆れるな。ああ、いや、褒めているんだ。褒めたつもりなんだ。私にこうまで力を傾けてくれてありがとう。イタミール、本当にいいのか。うん、ありがとう。その、ここにいていいのか。勤めがあろうに、今は私がサーバントか。いや、こういったこともあるのかとな。こちらの話だ。何をしているのかな、マスター。レポート作成。なるほど、作戦の報告か。よし、私が手伝おう。書をしたためるのは得手だ。ヤマトタケル、以前より私への当たりが柔らかくなったような。はて、小説は誰かここで親しきものはできたのだろうか。うむ、天草四郎や巴御前と話しているのをよく見る。おう、そうか。うん、それなら良いのだ。ランサー、いや失礼。チキに似ていたもので。ジャンヌ・ダルク殿。そうか、正統霊気の。やはりランサー。その顔、その黒き姿。私のことを覚えてはいないか。何？別人？そうなのか？ランサーか？いや、小さい。ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリー？何？天草四郎殿。あ、はあ。我が師と共に天草にて戦った、かの天草四郎時貞殿。まさか、まさかお会いすることがあろうとは。
我が死が殉じたお方なれば、私もまた殉ずるは当然。いえ、いえ、表はあげませぬ。義仲殿の。なるほど、あなたが巴御前か。ぜひお話を。はい、義仲殿について。ライダー？いや、違う。正統の源の雷光殿。あなたは、はあ、なぜだろう、わかってしまうのは。もしや、アインツベルンの、あの子、もしかして、ホムンクルス。ライダー、いや、牛御前。いつか貴殿とは膝を突き合わせて話すべきだと、私は思っている。貴殿はどうかな？宮本伊織。彼は、記憶を失っているとか。いや、私が語ることではないな。宮本伊織。ああ。今のあなたは、正しきこと、美しきこと、優しきこと、私が愛すべき美徳だ。悪しきこと、悲しきこと、この世の歪みのすべてを私は疎う。万能の願望記、英月の大元、オリジナル。欲しくないと言えば嘘になるが、今の私は貴殿のサーヴァントだ。貴殿の望まぬことはしないとも。イベントなる催しがあるようだ。マスター。ぶしつけながら参加を進言する。資源は常に一定以上あった方がいい。軍学を学ぶつもりはあるかな、マスター。いかにして兵を用い、戦うか。貴公にとって益となろう。本来は、その、太公望殿や孔明殿がおられるカルデアで、私の出しゃばる筋ではないのだが、あるいは、凡人である私の方が、貴公には教えやすいやもしれぬと。マスター、マスター。戦国図書館で読んだのだが、反人類史では、由衣小説とは男性の名であり、幕府転覆を企てた謀反人であると。本当なのか？ああ。当初は驚いたが、今は受け入れている。きっと、私の生きた世は、反人類史から離れた事象だったのだろう。本来、由衣小説は私ではなく、神田連雀に塾を開くのも私ではなかった。落胆がないと言えば嘘になる。だが、腑に落ちたこともある。かつて、我が弟子の一人は言った。由衣小説は清廉に過ぎる。人の身にはあり得ざるものだ、と。そう。私は人ではない。陶器異教の錬金術を学んだ我が師、森総意見先生によって生み出されたホムンクルス。世の歪みを見過ごせずにいたのも、正しきものを求めたのも、きっと、私が世の断りの外にあるものだからなのだろう。私は、人ではない。この世に天然自然に生まれ落ちた命ではない。それでも、私は、
正しきものを求め、抗った。それは、決して、間違いなどではなかったと。死して、座に刻まれた魂のかけらとなった今でさえ、そう思うのだ。あなたは、こんな私を笑うかな。そうか。ありがとう。我が妄念、我が怨念がごとき願い。本当に、あなたたちには迷惑をかけた。すまない。私は、舞。これは食堂のパン、焼きたての。そんなことより、食堂でレポートを書くのを手伝ってくれないか。ああ、わかった。すぐにそうしよう。